んにちは、池田真子です。今日の真子チャンネルはコスメです。はい、今回はこちら、ダイソーエスポルールの新作を紹介していきます。そしてこの中からこちらのクリーミーチークを今日は全色レビューしていきます。それではご覧ください。真子チャンネルスタート。今回紹介するのはこちら、じゃん、ダイソーエスポルールのクリーミーチークです。こちらも日本製で、パッケージはよく見るとお花の形になっています。はい、ケースはこんなデザインです。中身は名前の通りクリーミーな感じです。ではまず手に塗って色を見ていきます。はい、まずは薄く塗るとこんな感じです。はい、濃く塗るとこんな感じです。すごい発色が綺麗です。カラーは上から順にコーラルベージュ、ベージュ、ピンクベージュ、ピンク、ローズの5色展開になっています。次はテクスチャーを見ていきます。こんな風にすごい伸びもよくて、そして重ねるとしっかりと発色してくれるカラーになっています。すごい柔らかいテクスチャーで伸びもいいし、あとはラメは入っていないんですけど、ちょっとみずみずしいというかツヤっぽく仕上げてくれるなと思います。では順番にお肌に戻していきます。では今回は順番に片方ずつ塗っていきます。指かスポンジでのせるように説明で書いてあったんですけど、今回は指でつけていきます。まずはコーラルベージュとコーラルをつけてみました。塗り心地はすごい軽くて、お肌の負担もそんなに感じなかったし、伸びも良くて、こう見ても分かると思うんですけど、ツヤのある仕上がりにしてくれます。カラーもほんのり綺麗に発色してくれて、すごい使いやすいです。今度はピンクベージュとピンクを塗ってみました。ピンクベージュの方がさっきのコーラルベージュよりもすごいナチュラルで、こちらの方が自然に使えるかなと思います。ピンクは可愛らしい印象で、女の子っぽい感じが好きな方におすすめです。最後にローズを両方塗ってみました。やっぱりこちらが一番発色が良くて、落ち着いたカラーなので、大人っぽい感じが好きな方にも使っていただけると思います。ちなみにもうちょっと色を重ねると、こんな感じでしっかりと色も発色してくれます。ちょっと今やりすぎなぐらい濃くしてるんですけど、こんな風に自分の好みの濃さに重ねて色付けできるのもいい部分かなと思います。ただこのテクスチャーがすごい柔らかいので、もしこれから夏になって汗をかきやすくなった時にちょっとよりやすいかなとも思うので、ちょっと多めにつける時は上からこうフェイスパウダー重ねたりとか、ファンデーションの前にチークを塗ってあげて、こう中からじわっと色づくような感じに仕上げてもいいかなと思います。これで以上になります。いかがだったでしょうか。今回はこちらのエスポルールのクリーミーチークを全色レビューしてみました。
すごい発色が良くて伸びも良くて、あと特に薄い色とかすごい鈴木であまり変わらない感じなのかなって思ってたんですけど、薄いのも薄いなりにこう見た目通り発色してくれてすごい驚きました。商品名は概要欄にも書いてあるので、気になるカラーがあればぜひチェックしてみてください。他にも池田真子の真子チャンネルでは DIY やメイクなどアップしています。気になるのがあったら評価やコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回は池田真子のダイソーエスポルールの新作レビューでした。バイバーイ。